おはようございます。速稼塾の久保です。久保さん、そろそろ暗号通貨のニュース教えてくださいということでね、今日は暗号通貨のことをちょっとお話しましょうか。最近はね、あんまりいいニュースないんですよ。ニュースがないことはないんですけども、ネガティブなニュースばっかりなんで、あんまりねしない方がいいかなと思いましたけども、一つだけ今日はしましょう。それはですね、ビットコイン以外の上位コインがありますよね。それから上位コインにも入ってないような、いわゆる多くの方が草コインと呼んでるもの、このコインというのが去年からですね、以前から私はペンペン草も生えないような状況になるというふうに申し上げてきましたけども、これがですね、さらに色濃くなってきたというニュースですね。それがですね、発表したのが、デジタルカレンシーグループの創立者であって、グレイスケールインベストメントも同時に創立している CEO のバレー・シルバート氏ですね。この方がですね、ビットコイン以外のほとんどのコインがゼロになるよというふうに言ってるんですよね。で、ちょっとこの、裏付けが話すと長くなるんで、ちょっと今日は割愛しますけども、この方は別にこういうことも言ってます。ICO トークンも全部ゼロになると。これも私が申し上げてることと一緒なんですよね。何も私が言ってることと同じことを言ってる人をわざわざ取り上げたわけではなくて、なんと言いますかね、きちんとデジタルカレンシーとかクリプトを見てる方が、多くの方がね、こういう考えを持っていて、それを総合したものが今回の CEO だったわけなんですけどね。そうなってくると、例えばね、まだこれから上場するよとかね、これから値段が上がるよみたいな暗号通貨っていうのはちょっと当てにならないかなというところですよね。取りも直さず、私がですね、暗号通貨のニュースをお送りしながらも、あれを買った方がいい、これを買った方がいいって言わなかったのはなぜかっていうとですね、そんなことをやってる時間よりも、例えば投資の力をつけるために時間を費やした方が絶対いいんですよ。例えば ICO を買ったり暗号通貨を買ったりしてできることって我々ないんですよね。何ができるかって言ったら、情報を取って上がるかもしれないっていう情報に耳を傾けて安心して、もしかしたら下落するかもしれないっていう情報を耳にして落ち込んでっていうこと、これだけなんですよ。じゃあそのために毎日毎日チャートを見たりとかね、ニュースを拾ったりとかしたらその時間もったいないんで、ですからまずは投資だから暗号通貨ね、何個か買うのはいいと思うんですよ。じゃあ買ったら自分の決済日まで放っておくってことなんですよ。忘れておくってことですよ。だから投資の私は4原則を設けてるわけなんですよね。いつまでにいくら儲けたいのかと、いくらそこに資金を投じるのか、いくらまでのロスカット、負けだったら許容できるのか、この4つを決めて、この資金計画をしたもとに、何を買うかってことを決めていったりね、いつまでやるかってことを決めるわけなんですよね。私は XRP をもう決済しましたんで、1年 XRP はもうありませんね。含み損っていうのはね、数十万抱えましたけども、数十万で済んでよかったなと思います。その間 XRP に対してはそこまで意識を傾けなかったんで、時間の無駄もなかったです。ほとんどの時間を FX に費やしましたので、2019年はですね、 FX また順調にいけるわけなんですよ。こういうふうにして投資をやるって決めたんだったら、投資の勉強をやるっていうふうに、投資の知識を身につけるっていうふうにしないといけないのに、変化の多いニュースを拾っていってもしょうがないんですよね。暗号通貨のニュースってのは何か理論に基づいたものではなくて、いろんな人の意見を聞いて、それについてコメントを出している人がいる、言ってみればそれの繰り返しなんですよ。 FX は違いますよね。理論理屈を覚えるためにやって、チャートを見るのはその理論理屈が確かにそうなっているかってことを確かめるために、体験するためにやるわけですよね。FX っていうのはですから、まずは暗記があると、暗記を確かめるための体験がある、その後に度胸をつけてお金を投入していくって、この3プロセスでできるのかなと思います。さあ、明日は FX のオフ会が山口でございますんで、山口の皆さんよろしくお願いします。そしてですね、東京の方でも FX のオフ会があると思いますので、3月になると思いますけども、東京の担当者の方よろしくお願いします。あ、三宅さん、すべて塩漬け、そうですね、塩漬けをですね、ガチホだって言ってる人いますけども、これは塩漬けでございますんで、そこで塩漬けになった資金を、どうするかなんですよね。現金に変えてしまうのが私は結構得策かなと思うんですよ。例えばマイナスっていうのは課税されませんので、決済してですね、でそれでその現金で FX なり例のやつなりで順調に日本円をまた復活増やしていけばいいのかなと思うんですけどね。いかがでしょうか。今日はそんなところですかね。あ、高田さんもおはようございます。上丸さんも今日もね、ご覧いただいているのかなと思いますしね、他の方も本当ありがとうございます。でこれからの予定なんですけども、今日がだから、明日か、
今日は三味線の稽古がありますんで稽古に行ってきます。17日は明日は山口市で FX のオフ会があります。で19日は実はですね19日火曜日はバランスボールのひろこさんとインタビューがねありますんで Facebook ライブインタビューありますんでね、40代とか50代の方で体の異常に気づいた方、腰痛があるなとかね、首が痛いな、肩こりがするなって方はご覧いただいて、健康を取り戻すためのヒントを得ていただきたいかなと思います。で、なんかね、ひろこさんが言うにはちょっとね、こううつ病みたいな時期があったということなんですよ。でもバランスボールでそれももう解決して今すごく明るいね、楽しい女性になりました。楽しみにしてくださいね。で、20日、こちらがですね、ニューヒロデンの方に行ってまいりますんで、広島市に私もお邪魔します。三味線かっこよかった。本当ですか、ありがとうございます。今度ちゃんと弾きますんでね、あんなちょびっとだけじゃなくて、ありがとうございます、イハさん。で、23日が、関西のオフ会があります。関西のオフ会、皆さんね、お集まりくださいませ。私がですね、24日から28日、いよいよですけども、インドネシアの方に行ってまいりますので、その前日ということになります。よろしかったですかね。で、3月の予定も目白押しになってますんで、4月もありますしね、皆さんと一緒にお会いできる日、本当に楽しみにしております。それから本日、速稼塾に参加してくださった方、本当にありがとうございます。速稼塾の歩き方をご覧いただいて、それからお得なね、情報をゲットしていきたい、いただきたいかなと思います。で、付録なんですけども、ビジネスのコーナーが2019年から始まってるんですけども、ビジネスのコーナーね、あんまりこの人気がないんですよね。どうしようかなと思いますけども、ガツンガツン稼げる方法っていうのは皆さんもう手に入れてますんで、今更ビジネスやろうなんて気がしないのかもしれないですよね。まあまあ、でも地道にちょっとずつちょっとずつね、週に1本ぐらい出していきますので、ご覧いただければと思います。どんなにねお金が増えるようになっても、それとは別にビジネスの勉強して頭を鍛えていくってことは必要だと思いますし、おそらく皆さんが資金的に悩みがなくなったら、今度はビジネスの相談を受けることがあると思うんですよ。その時に答えれるように、やっぱり知識っていうのはストックしておいた方がいいかと思いますんでね、そちらの方も進めさせていただきます。それから占いのコーナーですよね。宇宙人の話がまた出てきますんで、楽しみにしていきたいのと、あと超能力ですね。どのようにやって超能力を身につけていくのかってことも聞いてきましたので、そちらの方もお届けしたいと思います。超能力といえばですね、手を触れずに物を動かしたりとか、投資をしたりとかね、そういうことがありますよね。あとテレパシーとか、自分の意思を人に伝えるみたいなのがあります。だから、その残留思念っていうのがありますけども、今日はそのお話だけしていきましょうか。残留思念っていうのは皆さんご存知ですかね。例えば今この部屋ですね、私がね、カレーが食べたい、カレーが食べたい、カレーが食べたいってすごい本気で思ってるとするじゃないですか。で、食べれなかった時に、今日はもうカレー食べられないよ、でも悔しいな、カレー食べたいなと思ってもん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 としてる時に誰かが入ってきたと。そしたら残留思念って言って、私口には出してないのに、この考えてることが波動となって、近くにいる人に伝わることがあるんですよね、残留思念として。それが残留思念っていうのは、本人がいなくても思いだけ残っていて、何もいない無人の部屋に入ってきた人が、あれ、カレー食べたくなっちゃったかな、なんかカレーの匂いするな、みたいな感じで思念をね、残った思いを思念ですよ、思って念ずるですけども、それを受け継いでしまうことがあるんですよ。まあ、これがね、自爆霊ってものにも通じるんですよ。自爆霊っていうのは、無念な気持ちで亡くなった方が思いだけをそこに場所に残して、で、肉体なり精神がどっかに行っちゃったっていう状態なんですけどね。で、そこにある人が通りかかったりして、ちょっと感の鋭い人が来ると、あれ、なんか嫌な感じするなっていうのがあると思うんですよね。ただこれにはですね、一説もあります。本当にね、残留思念ってあるんかいなと、科学的に考えたらこれはおかしいんじゃないかっていうこともあります。なぜならですね、ここに残留思念があったとしたら、宇宙は一つの説によっては膨張してますから、すごい速度でここの軸っていうのは向こうの方に移動してるわけですよね。じゃあ思いがここに発生したら、思いもそれにつられて同じスピードでいかないと、残留思念ってのは残るわけですから、宇宙の膨張速度に置いてかれて、ここにポツンとあって、宇宙空間に残留思念が残って、地球上のある点 X っていうのはね、向こうの方に宇宙の膨張とともに飛んでいくんじゃないかっていうことなんですよね。さあ、どちらなんでしょうか。これはまた占いのコーナーでお話していこうかと思います。また失礼します。